ックで収まりました。クタリンが離れてスタートしました。桜シャイニーが好スタートを見せています。ワイドはやや後方からになりました。さあ桜シャイニーが出ます。2番手セークリムズンか、外からマウンテンダイヤが上がってくる。さらにダノンレジェンド、その後のグループで間がドリームバレンチの外目、9番タガノジンガの中段に変わって、その後6番大勢レジェンドに11番トルバドゥール、ジョーメテオファイヤープリンスタッチデュール、最高峰からワイドバッハ、外を押し上げるところで1コーナーのカーブを迎えました。 1000m 標識は22秒9です。2コーナーに向かって7番桜シャイニーと赤岡修司が逃げます。3馬身のリード、2番手12番マウンテンダイヤ、3番手の外目が4番のダノンレジェンドです。あとは2馬身差、3番のドリームバレンチの800を切って内側2番のセイクリムズが上がっていくか。3馬身差6番大勢レジェンド、9番タガノジンガロ、10番ジョーメテオ、その後8番ワイドバッハが上がってくる。あとはトルバドゥール、ファイヤープリンス、タッチデュール後方集団、全体は16、7馬身で600を切りました。3コーナーカーブに向かっています。さあ7番桜シャイニー1馬身のリード、外から4番ダノンレジェンド捉えに来る。3番手に上がったのは3番ドリームバレンチの、その後は2馬身差マウンテンダイヤ、大勢レジェンド400を切ってセイクリムズンとジョーメテオ、その後タガノジンガルとワイドバッハ、中段で第4コーナーのカーブ、桜シャイニーが粘る。外から4番ダノンレジェンド先頭に変わった。3番手が3番ドリームバレンチの、4番手集団の大外に8番ワイドバッハが上がって4コーナーカーブから直線、残り200を切って先頭は4番ダノンレジェンド2馬身のリード、2番手3番ドリームバレンチのがもう一度差を詰めてくる。3番手9番タガノジンガロが上がってきた。その後は10番ジョーメテオとワイドバッハ、先頭は4番のダノンレジェンド、重賞連覇ゴールイン。